では問2に入ります。 AB イコール6 BC イコール8 CA イコール4である三角形 ABC において MBC の中点は M とする。その時この時線分 AM の長さを求める。まず図にしてみましょうね。 CA をちょっと短めにすると十分じゃない。 ABC でで AB の長さが6、BC が8、で CA が4。で BC の中点を M として、ここ M ってことはこれ4ずつだね。で線分 AM の長さを求めよう。この長さを求めようってことです。で中線定理でしたっけ？そんな名前のところで紹介されてるような問題ですね。であれも覚えづらいし、でもともとあれ自体ね、三平方の定理から導かれている問題だし、だからこの問題も三平方の定理から導ければいいでしょう。ちょっと手間はかかりますけどね。まあ、利用頻度とか考えても、それで、これはこれでいいと思います。まずね、三平方の定理を作りたい、使いたいから、A から垂線を下ろす。これは絶対大必要。H。で、この三角形、ここを求めたいんだよね。AM を含む直角三角形が、この問題の主眼なので、これを考えます。で、この MH の長さを分かんないから T としておきましょう。で、まずこの AM を含む式を作んなきゃいけないですね。この三角形と、この三角形、両方直角三角形ですが、AH の事情で式を、等式を立てましょう。両辺が AH の事情になるようにします。三平方の定理使ってね。まずこちらの三角形は、そう、AM を出したいからね。斜辺が AM。AM の事情マイナス。で、ここが T の事情でいいね。イコール。で、こっちが、まあ最初のからいいや。いうとこ、AC の事情マイナス。そう、AH の事情だから、斜辺 AC の事情引く CH の事情ということになりますね。で、できるところまでやっていきましょう。あ、これ、じゃあ AM じゃなくて MH の事情にしとけばよかったな。うん。で、入れるものを入れておいて、AM の事情を引く。もうこれは焦点だからね。これ AM の事情でいいよ。MH の事情が T 事情。イコール AC の事情が4なので、事情で16。マイナス、で、CH の方は、CH、4-T と表せますね。4-T。の事情。で、これ今ね、わかんない文字が、だから AM と T の2つありますが、こっちで大きい三角形。この直角三角形とこの直角三角形でもう一つ等式できますよね。2つわからない文字があったら、2つ等式を作ればいいっていうのが定石です。なので、これ、この方針でやって大丈夫だっていうのは、ここでもう確信できます。で、続けると AM の事情マイナス T 事情が16マイナス、まあ1行我慢して、慎重に行きましょう。16マイナス 8t プラス t 事乗。で、am の事乗マイナス t 事乗の16マイナス16プラス 8t マイナス t 事乗。で、両辺に t 事乗足して消すことができますね。で、16引く16も消えてなくなるのでね、am の事乗は 8t。でもう t さえ分かれば答えになるということですね。で、今度、こちらが三角形 ABH と、あ、もうちょっと写しておきましょう。三角形 ABH と三角形 ACH で、同じように AH の事情で、等式を作ってみます。そうすると、皆さんもう、最初からガンガンやっていいですからね。ここは今説明のために、左辺の AB の事情マイナス、こちらの辺、BH の事情。イコール、で、こちらの三角形でも AH の事乗を表して、AC の事乗マイナス、ここ、CH の事乗。AB の事乗、6の事乗、36引く、で、BH 対4プラス H ですね。4プラス H。4プラス、あ、ごめんなさい、4プラス T ですね。T の事乗、イコール、で、AC の事乗が16。16マイナス、で、CH の事乗が4引く T。4-t の事乗。で、計算を進めましょう。まず、事乗だけに、の展開だけにしとくか。16プラス 8t プラス t 事乗。イコール16マイナス、括弧16マイナス 8t プラス t 事乗。
で、括弧を開いて 36-16-8t-t 乗イコール 16-16、プラス 8t になる。8t-t 乗。で、両辺に t 字を足して同じくこれを消して、もう大丈夫ね、t はね。これ計算してもいいけど、そうだね、両辺に16足してこれ消したのは見やすいかな。で、そうすると 8t をこちら側にこうして、マイナス 16t イコール、で、こっち 16-36 で、16-36、マイナス20。で、プラスプラスにして、で、まあ t イコールにしてもいいけど、知りたいのは 8t なので、2で割るだけでいいです。そうすると8t イコール10。8t イコール10って分かったので、AM の事情は10。よって AM は、まあ辺の中の長さがプラスの方は当たり前で、ルート10。答えはルート10というふうに導けます。